さあお次のバッターは、うん、新年一発目ですよ。さあどういう自己紹介かな。さあどうぞ。明けましておめでとうございます。ナイチンゲール文部中島でございます。本年もよろしくお願いいたします。パーフェクト、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、うん、相続税2015、うん、桃太郎家の場合と題しましてですね、うん、皆さんいろ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 グリップを作っていきました、うん、で、今回から何回かに分けて、うん、桃太郎家を題材にしてですね、うん、相続税の変わったポイントについてちょっとお話しさせていただければなと思ってます、うん、ポイントは、まあ、3つありまして、うん、1つは基礎控除額が変わりましたよということと、2つ目は相続税の最高税率が変わりましたよということと、うん、3つ目は小規模宅地等の課税の見直しがありました。この3つなんですけど、うん、ラジオでこれ今日3つ喋ってしまうの結構大変なので、うん、基礎控除額の、が変わりましたと、この1つについて今日、5分の間でお話しできればなと思っております。はい、で、はい、しましょう。桃太郎、いやいやいや、桃太郎ものすごい元気です。上手だ。ありがとうございます。桃太郎がですね、うん、鬼ヶ島に行ってきて、うん、財産、まあ、宝物を持って帰ってきました。あ、はいはい、これがですね、まあ、猿、鳥、犬、うん、です、桃太郎と、うん、で桃太郎が、まあ、お宝を持って帰ってきました。で、うん、その財産なんですけれども、実は桃太郎宝じ、鬼ヶ島で戦ったことでですね、うん、桃太郎その傷が元で死んじゃったんです、うん、残念無念あーっていうことなんですけれども、はい、その桃太郎を死去した時に、うん、じゃあ桃太郎の財産を受け継ぐ場合の財産評価額どうなるか、うん、その基礎控除額が変わりましたよっていう話です、はい、でですね、じゃじゃん、これちょっとおじいさんおばあさんは、はい、まあ、実際養父母ということになりますので、おじさんは、まあ、桃太郎これ死去、うん、で犬、猿、キジは養子にしましたと。あ、なるほどね、はい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 、結婚してるかどうか分かんないです。で、そういう意味で言うと、うん、桃太郎の法定相続人は5人になります。へ、うん、5人になります、はいはいはい、1、2、3、4、5、おじいさん、おばあさんと犬、猿、キジ、はい、そうです、はい、介護者いないという前提です、うんうんうん、で、そう考えるときに今までだったら5000万っていう基礎に対して、うん、あと法定相続人かける1000万円、うん、なので5000万円プラス1、2、3、4、5なので、うん、今までは1億だったんですね、うん、で、それが今回1月1日の法律の改正でこれが基礎控除のやつが3000万円プラス1人当たり法定相続人1人当たり600万円になりました。これもし今、平成26年12月31日に桃太郎が死んでたら1億までは基礎控除に行けてました。うんうんうん、それが1月1日に死んでしまった場合ですね、うん、基本控除が3000万円になって、うん、1人当たり1、2、3、4、5が、600万円かける5なので3000万、はいはい、3000万足す3000万で6000万、はいはい、ということはどういうことかというと基礎控除額が 40% 変わりましたというお話ですね、うん、なるほどね。ということはどういうことかっていうと課税対象が、まあ、桃太郎家も例えば仮に1億の財産があったのが、うんうん、それが大晦日までだったら課税対象にならなかったんですけど、うん、結局今度これ死んでしまったので課税対象者になりましたと。ああ、そういうことですね。いうことになります。なので課税対象者結構増えてるので皆さんもちょっと財産の方を、見直してですね、まあ、相続税対策っていうことでアプローチを考えられたらどうかなと思います。法律変わるとそういうことが、そういうことなんですね。桃太郎面白い、はい、みんなが絵に食いつきすぎだよ。最後まで言ったら、でもね、これで5人、うん、なるほど、犬と猿と聞きやすいよね、分かりやすいよね、残りの2つもまたぜひ、はい、頑張ります。ブームやるな、ブームやる、ありがとう、やるやる。やったー、頑張ろう、頑張ろう。
次回もよろしくお願いします。はい、面白い桃太郎家が出てくるとは思わなかった。まさかね。ね、はい。